やあ、どうしたんだい？あら、こんにちは。え、いいわよ。美容のためだもの。頑張らなくちゃね。Thank you.
あら、どうしたの？おう、どうした？ちょっと奥さん聞いた？それじゃあこれ、あとごめんなさい。あら、もういいの？おう、どうした？俺も仕事があるからな。そんなにいろいろやったら身が持たねえよ。おう、どうした？ねえお姉さん、実はさっき森に出かけたらプニプニ玉を手に入れたんだ。100コールでどう？ありがとう。また買ってくれよ。いいの仕入れておくからさ。お店番をするよ。お店番は最低1日消費するけど、いいかな？よし、今日も1日頑張るぞ。
迷ってるみたい。声をかけてみようかな。いらっしゃいませ。何かお入り用ですか？いらっしゃいませ。こんにちは。こないだ売ってもらったあれ、すごくいいものだったわ。このお店は品質も一番ね。本当？うわぁ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これお願い。ビオのお店ってしっかりお客さんの欲しがるものをチェックしてるのね。偉いわ。はい、それじゃあお代はこれでいいかしら。毎日いいお野菜をしっかり食べないとダメよ。わーい、人参だ。ありがとうございます。また来てくださいね。いらっしゃいませ。これがあなたのお店。なかなかおしゃれなところね。これよこれ、もうどこにもなくてここまで足を運んだ甲斐があったわ。ありがとうございました。それにしてもあなたって冒険したりしてるのにお店まで持ってるなんて、見かけによらずタフなのね。そうかな。でも出かけるときにはお店番を頼んだりすることになるから、別に全部一人でやるわけじゃないし。そうなんだ。それなら私でよければ手伝うわよ。護衛や賞金稼ぎだけだと生活が不安定なのよね。だからたまにはこういった定食っぽいのもいいかもしれないわ。よく働いた。さて、明日もお店番をしようかな。
なあ、悪いが植物用栄養剤ってやつを少し分けてもらえないか。ちょっと必要でな。いつからそんなに農作業が好きになったの？あんなに嫌がってたのに。俺もやるときはやる男ってことさ。ありがとうよ。なんだよ姉さん。この村の穏やかな空気がお姉さんのような人を育てるんだね。おいらにはわかるよ。おう、どうした？ちょっと奥さん。
お店番をするよ。お店番は最低1日消費するけど、いいかな。お店番をするよ。お店番は、よし、今日も1日頑張るぞ。いらっしゃいませ。ここがお嬢さんの店かね。いや、これだけの店を構えられるなど大したものだ。今日はこれをいただけるかな。私はこれが大変好きでね。疲れた時は酒に限る。ありがとうございました。そういえばここでは土虫は売っていないのかね。土虫？あの土の中にいる芋虫みたいな？ないよそんなの。私あれは苦手なんだよ。それは残念だ。せっかくここまで来たのでね、海釣りでもして帰ろうかと思ったのだよ。サビットさんって釣りをするの？それは意外。意外かね。釣りは私の数少ない趣味の一つだよ。私にとっては魚との賭けゲームみたいなものだ。もっとも若い頃は獲物が魚じゃない釣りも随分とたしなんだがね。もう昔の話だ。今日はあまりお客さん来なかったな。明日はたくさん来るといいな。さて、明日もお店番をしようかな。やあ、ビオ。この前は素敵なものをありがとう。とっても良かったよ。本当？うわあ、そんなこと言われたら、なんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はこれ。ビオの店にあって良かったよ。どうしても欲しくてね。
ところで、そこに置いてある箱って、もしかして一番上に置こうとしている箱じゃないのか？すごい！よくわかったね。そりゃそうさ。ビオとの付き合いは長いからね。ビオは小さいから高いところは苦手だろ。置いてやるよ。どうせ高いところは苦手ですよ。そんなにはっきり言わなくても。いらっしゃいませ。なるほど、ここがお姉さんの店なんだ。やっぱり。いや、まずはとりあえず買い物をしてからにしよう。今日はこれをもらうよ。お姉さんしっかりお店やってるね。オイラの森ではブツブツ交換が基本なんだ。だからオイラは代わりにこれをお姉さんにあげるよ。どうもありがとう。しかしお姉さん、このお店は問題だね。思想が出てるよ。これは抜本的改革が必要だね。そうだよ。けど心配ご無用だよ。このお店を復興させる有能な人材が今ここにくすぶってるからね。え、どこに？お姉さん、もしかして目が悪いの？ほら、ここにオイラがいるじゃないか。オイラや妖精族の連中は生まれつき商売の才能があるのさ。オイラだって人間と比べたらただものじゃないよ。もうよく働いた。さて、明日もお店番をしようかな。
用事？この村はオイラには少々刺激が足りないようだ。まっとこうワイルド感あふれる街の方がロマンを感じるね。どうしたの？服が汚れてしまったわ。あら、ビオラートじゃない。どうしたの？あら、ビオラートじゃない。じゃあね。とっても楽しかったわ。楽しかったけど、これからどうしようかしら。ちょうどよかった。体を動かしたかったところなのよ。実に優雅な素晴らしい街だと思うよ。この街に来て実によかった。私もやってあげたいんだけど、今は家のことを片付けないといけないの。おう、どうした？俺も仕事があるからな。ん？何？いいわよ。毎日修行と戦いだけでは心が殺伐としてくるし、たまにはね。私のご主人様も。ルルル。田舎だね。何を買うです？何が欲しいです？また来るといいです。ビオラートじゃない。どうしたの？私がこんな町に来るなんて思いもよらなかったわ。きっとビオラートと知り合えたおかげね。何の用かな？そういえば最近世界の流れが大きく変わったようだよ。新しいブームだな。どうしよう。どうやら今はこのような流行が発生しているようだ。ワイン倉庫の女の子を知ってるかね？
消えなさい。この町は他の国にいた時にも噂だけは聞いていたのさ。うん、邪魔。あら、ビオラートじゃない。どうして？メッテルブルグの別荘は欲しいと思っていたけど、なんだかどうでもよくなってきたわ。毎日工事の音がうるさくて。私は幽霊を張っ。なんだよね、さっきオイラのことを珍しそうにジロジロ見ていく人がいたよ。どれが欲しいんだい？僕はこう見えても。ありがとうございます。ここの宿屋は随分有名だそうだ。空いてない時も結構あるらしいよ。あら、何かご用？ごめんなさい、今また新しい流行が出たみたいで、その対応でお店も大忙しなのよ。どうしよう。あら、どうしたの？にするよ。またオイラを連れて行ってよ。いいわよ。私が役に立ってるのかよくわからないけどね。あら、私がいなくなるとこの宿屋さん売り上げが一気に落ちちゃうんだって。大変ね。あら、どうしたの？体のことは心配しないで。あなたのおかげで順調よ。また今度誘ってね。難しいことは考えなくていいのよ。楽しく行きましょう。私、こういうところは一切ダメなのよ。お願いだから後ろから脅かしたりしないでよ。アイゼルさん、アイゼルさん、恨めしや。どうです、私って怖いですか？何やってるの？
昔はあんなにみんなびっくりしてくれたのに。たどり着けるとは相当な運の持ち主とお見受けするよ。あら、幽霊と妖精どっちが珍しいのかしら。お昼寝の時間なんだから。あら、どうしたの？知ってる？この子たちってお金に対して相当厳しいらしいわよ。見た目は子供みたいなのにね。なんだよ姉さん、オイラに用事？幽霊亭で待ってることにするわ。待つことは慣れてるからね。行くぜ行くぜ。お姉さんがいつも冒険に連れて行ってくれるからおいら大感激さ。田舎だなんだ。何を買うです？この村はにぎ、また来ると。いらっしゃい。どれが欲しいんだい？ありがとう。よければまた立ち寄ってよね。ねえ、ビオってあのお兄さんと二人暮らしな。ただいま。あ、おかえりなさい。今日は何か変わった人は見なかったかしら。
えば棚の下にずっと前にもらったお野菜がそのままだ。あちゃー、やっぱりこれはもう食べられないな。もったいないけどこれは捨てちゃおう。ちょっと、それ捨てちゃうの？もったいないじゃない。ダメよ、野菜を粗末にしたら。カタリーナさん、でももうこれかなり古いし、先っぽの方がいい感じに危険な色になってるし。ほら、ここで切れば上はまだ食べられるじゃない。これだって先の部分だけ切り落として一度煮れば平気よ。カタリーナさん、私より相当本格的だな。それじゃ、これが今回の生産、前回からの売上合計よ。勝手で申し訳ないんだけど、ちょっと値引きしちゃった分があるのよ。ごめんなさいね。どうだ、ビオ、元気でやってるか？あ、オフェンさん、こんにちは。おかげさまでお店の方もそれなりに形になってきました。ああ、見ればわかる。物が収まりきらずに入り口のドアが閉まらないようでは、そろそろ何か考えないとな。たくさんありすぎて。いっそのこと外に置いたらどうだ。不安もあるかもしれんが、客の目に留まるようになる。でも外に置くにしても雨が降ったら大変だし、日に当たると危険なものも結構あるんだよな。まあそんなことだろうと思ってな、外用の日よけを作ってやった。雨風もしのげるし、より店らしくなるだろう。ああ、ありがとう。これで外にも物が置けるよ。
ビオもようやく一人前の天使になってきたからな。これは俺なりの評価だと思ってくれればいいさ。お店番をするよ。
お店番をするよ。自分の店の品物だったっけ？ん？何？忙しくて猫の手どころか妖精さんの手も借りたいくらいよ。お兄ちゃんは畑仕事頑張ってるかな？あれ？お兄ちゃんとパウル？珍しい組み合わせね。ほら、ぐいっと行け、ぐいっと。わー、ありがとう。わー、何やってるの？パウルに植物用栄養剤を飲ませようなんて、それは飲み物じゃないのよ。お前何言ってるんだ？妖精っていうのは木の股から生まれてくるから植物の仲間。つまり植物用栄養剤がこいつらにとっての栄養剤なんだよ。それで俺がお前に頼んでもらってきてやったってわけさ。そうだろ？有料でだけどな。
長さん。いただきます。ぶー、お姉さんいい仕事してるね。これからも美味しい植物用栄養剤を作ってくれよ。ほらな。美味しい植物用栄養剤ってなんだろう。なんかだいぶお店らしくなってきたな。あら、昔よく。あら、ビオラートじゃない。どうしたの？服が汚れて。おう、どうした？部屋を模様替えするようなことがあれば言えよ。手伝ってやるから。なんだよ、姉さん。オイラに用事？この村の穏やかな空気がお姉さんのような人を育てるんだね。おいらにはわかるよ。この村は農作業くらいしか仕事がないしな。僕も都会に行った方がいいのかな。ここから西の。いや、今日も元気そうだな。どうしよう。今はこんな流行が発生しているらしい。覚えておくといい。いらっしゃい。私もこの村を。ありがとうございます。いらっしゃい。今日僕は最近ここに引っ越して。ありがとうございます。何を買うです？この村はにぎ。また来る。What?